なんとなく、どことなく雑談。もっとすっごい上にしてやろうかな。ああ、なんか、これはちょっとなんか、はい。こんな感じでね。そう、パンツ履いてて、パンツからね、そう、局部が見えたら嫌じゃないですか。あ、嫌なんだよ、普通に。その全世界に局部を晒すのも嫌なんだけど、何が嫌かっていうと、コミュニティガイドラインに引っかかるんですよ。だからね、ちょっと慎重にやっていかないとダメなんで、ちょっとね、ここ、顔のなんだ、何分のなんだ、これは。1でしょ ?1。8分の1くらいがね、隠れてますけど。結構隠れてんな、これって。まあいいや。まあ何分の何隠れようがね、まあちょっと隠れてることには変わりないんで、ちょっと隠れてるようで。ちょっとって便利だよな。ちょっと待ってってね。ちょっと待ってで全然ちょっと待ってないよね。っていうのなんか、小学生の頃誰かが言ってたり、中学生の頃誰か言ってたかもしれないけど、ああ違う。ああ、あいつだ。ああ、いつだよ、ムカつくやつ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ったよって言って、そのまますぐ行っちゃうやつとかいるよね。ぶん殴りてえわ。いや、すごいな。缶袋の王の、なんか素材、切れやすすぎじゃん。なんだそれ。なあ、紙かってね。和紙かって。ほんとに和紙。和紙っていうよりなんかね、悪徳金魚屋さんのポイの紙か。ほんとに。どんだけ切れやすいんだよって。いや、あれは水につけてるからだろ。変な体勢で水飲んじゃったから罪悪感かなって思ったら普通に嫌だった。活字言ってくれーてつつてつつ。最近趣味がすごい露呈、いや、補呈してるな。ババ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 バびっくりマークいっぱいつけてやろうかな。あってなるんですよ、つけすぎると。ゼロ。誕生日おめでとうございます。ここ一文字だけボケで消しとこう。なんだそのボケは、ね、はい。いや、そのいろんな人にね、お誕生日、その、誕生日おめでとうございますっていうね、お誕生日おめでとうございます、誕生日、お誕生日おめでとうございます。ちょっと面白い。加藤剛さんって誰なんだろうな。失去しちゃったらしいです。ごめんなさい、ほんとすいませんね。俳優、知りませんね、全然。見たことあるだろうけど。いや、その、いろんな人にお誕生日を祝ってくれたんで、いや、祝わなきゃなって、全然フォローしてるけど、みんなすごいなんか、面白いな、みんな。俺だけじゃねえかよ。つまんねえの。みんな面白いことしてんな。お誕生日おめでとうございますって。で全然俺、バネコさん知らなかったけど、なんかフォローしてたから。あ、なんか通知がついた。ありがとうございますっていっぱい、いっぱい、びっくりマークが来た。ノリ良すぎか。嬉しいな、こうね、やってくれたら。
なぜかタイガーウッズさんが自分で髪切ったよっていう動画をいいねしてくれてる。その真意とは。スシロー90円祭りなんだよな。俺もスシロー行こうと思ったんだよ、お母さんと。だけどなんかね、スシロー90円祭りかって思ってさ、なんかね、微妙かなって思っちゃって。ちょっとなんか髪をここ切ったら変だけど、まあいっか。なんか、90円祭りだと、はま寿司と一緒になるのかな？はま寿司と一緒になるんですよ。いや、俺なんかうまい寿司が来んのかなって思って。それだからさ、いいやって思っちゃいましたね。いいかなって言って、サーモンしか食わないからな。うん、そろそろちょっと次行った時手で食うのやめようかな。なんかめんどくせえし。いやーでもね、やっぱ嬉しかったんで、今日誕生日なんだが祝ってくださいってね、すごい言ったら、みんななんか2人くらいがおめでとうございますって言ってくれたんで、嬉しかったから人にしようと思って、祝われてなんか祝されて初めて気づいたんですよ、嬉しいって思って。だからお誕生日の人は、その有名人だろうが全員ね、あの定型文おめでとうございますのやつにするわ。もうみんなにそうする、みんなにそうする。嬉しかったから、嬉しかったことをするって重要だからね、意外にね。うん、誕生日おめでとうございますっていうね、そのあのちょっとね、こりなんだろうね、頭をひねってない返信。なんかドキドキしてる。これは恋かって言おうと思ってるから、みんな恋かって言おうと思ってた。なんだ恋かと、恋って言うのかなってみんな思ってたけじゃん。だから息切れ動悸かなって言おうとしたら、まず息切れ動悸っていうなんかこの単語をちょっとなんかね、あれなんでドキドキしてんだろう、やばいな、ちょっとやばい人になりつつあんな。震えてる体が、俺は何かを欲しているのか、はあはあはあ、まあいいや。脇毛ケツ書いてたら油田を掘り当てたよっていうコメントをねしてるんですよ。あのいや、すごい不謹慎だけど、ごめんなさい。本当にご冥福をお祈りいたします。他のアカウントで見たらどうなってんだろうな。俺のコメント一つだけある。まあいい格好のね。すごい不謹慎。不謹慎すぎる。びっくりした。震えてきそう。不謹慎しすぎて。不謹慎しすぎてね、本当に。馬面ビデオのツイッターが面白いな。全然何もツイートしてないツイッターじゃんっていうね、ここ行くとね、あの、フォロー中なんだけど、馬面ビデオって。1いいねだけしてるっていうね。四季楓さん、50フォロワーで。で、なんか、俺いつフォローしてんだろうな。ペン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 ペ
夏は夏夏しくて、夏は夏夏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 夏、危ねえ、夏夏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 夏